スペインカルタヘナにあるハスドルバルの胸像、ハスドルバルは、紀元前3世紀のカルタゴ人。ハミルカルバルカの娘婿で、その後を継ぎ、ヒスパニアを支配した。美男子、ハスドルバルとも呼ばれる。議定に、ハンニバル、同盟のハスドルバル、孫がいる。第一次ポエニ戦争後、ハスドルバルは若くして、民衆派の政治家として台頭した。 ハミルカルバルカに接近してその娘をめとり、紀元前238年には、ハミルカルのヒスパニア征服に参加。その後、カルタゴ本国へ戻りヌミディアとの戦争を指揮して、勝利を収めた。紀元前229年、ハミルカルが死ぬと、その配下の者たちは本国に対し新たな、司令官として、ハスドルバルを派遣するように求めた。紀元前228年に、 ヒスパニアへ到着したハスドルバルは卓越した政治的、外交的手腕を発揮し、カルタゴ人とイベリア人との融和に努めた。両者の婚姻の干渉はその一環で、彼自身や、ハンニバルもイベリア人の族長の娘をめとっている。紀元前227年頃には、カルタゴノーアを建設した。良好に恵まれ、銀山にも近い、この都市を根拠地としてハスドルバルは、 支配領域を次々と広げていき、その式を赤いハンニバルに委ねて、経験を積ませた。征服した、諸都市の中には、マッサリアの植民地、ヘメロスコピウム、アロニス、アリカンテが含まれており、マッサリアと同盟を結んでいたローマを刺激した。紀元前226年、ハスドルバルは、ローマと条約を締結し、その勢力圏は、 エブロ川を北限とすることが定められた。この条約により前述の三子は、ハスドルバルの支配のもとに止まったが、エブロを河井南にある他のマッサリア系植民地は、独立を保つことになった。ローマとの条約が、カルタゴではなく、ハスドルバル個人によって締結されたことは、注目に値する。古来、これは、カルタゴ本国からの自立を目論むハスドルバルの野心を、 示したものとする見方が多くあるが、定かではない。ハミルカルにしろ、ハスドルバルにしろ、そしてその後継者ハンニバルにしろ、そのヒスパニア支配が、本国の統制に必ずしも服していなかったことは、事実である。紀元前221年、ハスドルバルは、カルタゴノアにおいて暗殺され、ハンニバルが、ヒスパニアの支配者の地位を受け継いだ。 ハスドルバルに仕えていた奴隷の一人が、ハスドルバルによって殺された前の主君のために復讐したのだという。ありがとうございます。